というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回は5月29日よりサービス開始となった新電力であるタダ電の概要とメリットデメリットを解説していこうと思います。それでは早速いきましょう。さてまずはこの新電力の特徴を解説していきます。今回新しく提供開始となったこのタダ電は沖縄を除く日本全国で利用可能で、既存の電力自由化と同じ仕組みで工事など不要で申し込みだけで契約している電力会社を切り替えてお得な料金プランで運用できるというものです。ソフトバンク電気とか au 電気とかいろいろありますよね。でこのタダ電はその料金プランがなんと電気代1万円まで支払い不要というとんでもない仕組みになっています。さらに基本料金まで無料、契約も無料で解約も一切縛りなし、あくまで使った分だけ支払うシステムになっています。毎月の電気料金から1万円引きという形になるので、仮に月額料金が1万1000円になっても実際支払う額は1000円です。嘘みたいなサービスですよね。電気代総値上げのこの時期になんでこんなに安いのって疑問に思いますが、公式の Q&A には広告配信で何とかしてますとか書いてあります。あまりにもうさんくさすぎる。運営元の株式会社 S エナジーという会社もめちゃくちゃ新しい会社ですし、申し込みもアプリからだけで、公式サイトもペラペラで、もうデカすぎる釣り針が見えまくってるんですよね。ということで大体の概要は解説したので、次はこの新電力のヤバいポイントを見ていきましょう。まず肝心の電気料金の詳細が公式サイトのどこにも書いてないんですよね。例えば関西電力なら 1kWh あたり21円から29円とか普通は料金表記があるんですが、この新電力はどこにも書いてありません。でどこに書いてあるのかというと、契約の約款まで見ないと載ってないんですよ。そして気になる価格はなんと一律65円、一般的な電力会社の2倍以上なんですよね。関西電力など比較的安いところと比べるとまさかの3倍とかになります。1万円無料といっても実質4000円分とか使ったらもう課金開始なんですよね。そして開始された課金は2倍から3倍ぐらいの高額設定です。なかなかやばいですよね。まあそれでも一人暮らしで普段エアコン使わないって人とかは無料で使えるんじゃないかって思うじゃないですか。違うんですよ。タダ電はこの料金にプラスしてさらに燃料費調整が乗っかるんですよね。一応これは普通の電力会社にもある項目ですが、新電力とかではここの項目をめちゃくちゃ高く設定したりして 20% とか 30% ぐらい上乗せしたりしてることがあるんですよ。でこのタダ電も燃料費調整の詳細な計算式を載せているのですが、これがまたややこしく作られてあって計算がめちゃくちゃ難しいし、各平均燃料価格算定期間における 1kL あたりの平均原油価格とか3項目を別で調べてこないといけないんですよね。ちょっと今回大急ぎで動画を作っているので正確に計算できていないんですが、大手電力会社よりは普通に高額に設定されているので、単純に4000円分ぐらいまで無料とか想定して契約すると痛い目見ます。マジで要注意です。そしてさらにもう一つ注意するべきポイントがあって、この65円の設定は随時変わる可能性があるってことなんですよね。仮にみんなが無料で利用することになってしまったら、この電力会社も広告収益だけで運営するとか絶対無理ですから、単純に値上げしてお金を回収すると思うんですよ。そうなった時に即解約すれば被害は少なく済むと思いますが、電力の切り替えって大手電力会社に戻る時とか結構時間かかったりするんですよね。過去には申し込みが殺到して2ヶ月待ちとかいう時もありました。ですのでその間は料金を支払い続けるということも考えると、安易に契約するとマジでいくら払うことになるかわからないんですよね。とにかくいろいろなことが不明瞭で危険すぎるサービスです。はい、というわけで速報という形で超急ぎでこの動画を作成したんですが、皆さんはくれぐれもこういったサービスを安易に利用しないように注意してください。現状このタダ電は PR タイムズとかニュース系のサイトに新サービス開始みたいな感じで取り上げられているので本当に要注意です。めちゃくちゃ細かく計算した上でうちの電気代なら無料にできる、または安くできるって確証があったり、ソーラー発電と蓄電とかで自宅を運用していてサブ的に
に契約しておこうとか、たまに行く別荘に使おうとか、限定された状況なら利用してもいいですが、先ほども言ったように価格が改定される可能性は大いにあるし、燃料費調整もあるので、いつでも逃げられるように逃げ道を確実に用意してから契約することをお勧めします。というか僕は契約をお勧めしません。くれぐれも注意してください。そしてもう一つだけ言いたいことがあるんですが、こういった安そうに見せて一本釣りするようなサービスに出くわしすぎて、安さには必ず罠がある、安かろう悪かろうと断言する方が結構世の中にいるんですが、決して全ての安い製品やサービスに落とし穴があるわけではないです。上手に使えば大幅に得するサービスもたくさんあります。大事なのは自分にとって得か損かを適切に判断することです。今回のタダ電に関してもごく少数ではありますが、大幅に得できる利用層は必ずいます。このあたりはね、頭ごなしに安いからダメと決めつけないようにした方がより人生を豊かにできるんじゃないかなと僕は思います。このチャンネルでもそのお手伝いができるように、お得な情報やコスパのいい製品を引き続き配信していこうと思います。というわけでね、急ぎ足になりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。それでは良き電力ライフを。またお会いしましょう。バイバイ。